アイジェス。厚切りジェイソンです。今日から使える英会話第2弾でございます。今回は写真撮影です。おお、大丈夫ですか？ダメです。でももう1回やって慣れたでしょ。大丈夫ですよ、ね、まあ、これ2回目ですからね、はい、慣れてるように見えます？うん、あ、本当に見える見える。じゃあ慣れてるような雰囲気を出せるようにちょっと頑張っていきますので、まあ、とりあえず楽しくやれば、そうですね、その後は身につくんで、はい、はい、頑張っていきます。やりましょう。お願いします。よっ。Wow, it's so beautiful. Oh, excuse me. Hi. Could you please take a photo of me? Okay. Take my picture? Okay, okay. Thank you. Oh. Please make sure to get the sensoji with me, okay? Sensoji. Yeah, yeah, yeah. Ah, sensoji. Yeah, yeah, yeah. You? Okay. Ready? Okay. Okay. Oh, めっちゃかぶってる。Yeah, sideways. Okay. Okay. Sorry. Thank you. でもめっちゃか、めっちゃかぶってるからちょっと映れてほしいんだけど。Please write. What? Please write. Sorry. Write something. No, no. Autograph. No. No. So sorry. Sorry. Please move right. Thank you. Okay. Here. もうちょっと前に、まあちょっと難しいか。俺が場所移ればいいか。そしたら。Oh, okay. Yeah. Wait, three. Okay. Okay. Hey, three. Three, two, one. Oh, please check photo. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Ah, yeah. Not so good. Not so good. これはあれだな。But it's okay. I'll ask somebody else. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Yeah. めちゃくちゃ納得いってないような話、絶対に。どうでしたか？どうでしたか？結構対応できてた気分ですか？先生、はい、質問の仕方に悪意があります。そっか。でも全然なんか伝わってたので、まあ、そこまであれだったんだけど、はい、動いてもらうのが分からなくて、あ、前は、はい、forwardPlease move. Move でいいのか。Please move forward. Forward. もしくは Please come closer. Please come closer. Yeah. ああ、そっか。僕と近寄ってください。え、その右とかは Please move right とかで、はい、大丈夫なんですか。あ、大丈夫、大丈夫ですけど、はい、基本迷うのはどっちから見ての右なんですよね。だからより丁寧に伝わるには、はい、Please move to your right.で、もっと丁寧に伝えますと、はい、どのぐらい動いてほしいか。Please move two steps to your right の方がいいですね。Please move two steps to your right。あ、完璧ですね。そしたら、じゃあ、1、2で来ますからね。で、頼まれた時は、Can you take my picture? は何を言いました？ OK。OK。OK も別に悪くはないし、いいんですけど、はい、まあ、カジュアルな言い方として、はい、Sure とかよく使われますね。あ、Sure か。Sure。Sure thing。セットフレーズみたいな感じで。Sure thing。いいよみたいな感じですか、はい、ああ、なるほど。いいよ。さっきやっててちょっと思ったのが、はい、ハイチーズあるじゃないですか、はい、日本で言うところの。ハイチーズ。おお、確かに名前がね、入ってるんだよね。そうなんです、入っちゃってるんですけど。チーズは意味があるんですよ。その意味は日本語に変えると全くなくなるんですけど。Say cheese って言うんですか？ Say cheese 言いますよ。あ、そうなんですね。そう。はい、チーズ、Say cheese、チーズ、イエー。なんでだと思いますか？ちょっと想像してごらん。チーズって言うとあれですか？口が広がって笑ってるんですか？そう。あ、そうなんですね。ただ、はい、日本語にチーズとなるとみんなチーズってこういう口になるから。はい。ちょっと意味が変わりますけど、はい、なんかそこが最初のなんか原因だったらしいです。あ、じゃあその頼まれた時に、はい、Say cheese って言って取っても OK なんですか、はい、あ、大丈夫です、はい、あ、全然そうなんですね。まあアメリカでもよく使われますね。最後その確認してくださいっていうのは何て言えばいいんですか、はい、まずは頼まれているから、はい、なんで確認してくださいと言われるのはずっと不思議だったんですよね。あ、そうなんですね、はい、あえて言うんだったら、はい、Can you please checkCan you please check? Yeah. あ、そうか。Is this okay? あ、そう、Is this okay? いやいやいや。あ、なるほど。まあ、丁寧ですけどね。実践練習しますか。お願いします。Excuse me? はい。Can you please take my picture? Sure thing. Yeah. Thank you. Very nice.ちょっと動いて、動いてほしいから、Please move
One step. One step. To your right. One step to my right here. Okay. Sorry. And please move. Yeah. One step forward. One step forward. Yeah. Okay. Thank you. Okay. It's okay. Okay. Yeah. Yeah. Say cheese. Cheese. めっちゃいいか。Okay. ダメか。Okay. Thank you. いや、ダメか。It's okay. 絶対納得してない、また。変な顔になって。変な顔になって。撮影したいもの？ハイチの自宅。それを何に使うんだい？ダークネット。逆。自分が画面見せられてる。Sorry。素で間違った、Sorry。やっぱ違う人がいる。OK, OK, 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 OK.